おい、アディダスを着たロシアのヤンキーか、お前は。これさ、もうザーだよね。ザーだよ。ザーティピカルなロシアのヤンキーでございます。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。よく調教されてること。これを言い始めたら必ず会話を止めてね、できるという素晴らしい花丸あげる。ありがとうございます。あれちゃん、ちょっと我慢してるんで、ありがとうございます。今日はな、めちゃくちゃ俺のツイッターにいっぱい質問が来たの。結構1万6000リツイート、5万いいねついてる、めっちゃすごい拡散されたツイートがあんねん。でそれがな、読みます、はい。ロシアの企業の役員ずっと会食しているんやけど、ロシアのヤンキーはアディダス着てひまわりの種を食うのがグレてる証なんですって謎すぎる現地情報をもらった。マジのマジらしい。あ、ひまわりで、ちょっとえって言っちゃったわ。いや、あの、少なくともひまわりは食べてますね。まずひまわりの種はグレてる証じゃなくて、みんなが食ってるよね。いや、全員食えてんのかね、多分。いや、違う。違うか。普通にひまわりの種っていうのはもう国民食。だから、みんな食ってるけど、確かに、ヤンキーのイメージってさ、これやろ。あー、もう、ティピカルですな。ティピカルなの？ティピカル。フィジカル、フィジカル違うか。言うてんねん。そうやね、確かに。いや、これだね。アディダスを着て、で、あのね、ひまわりの種を食べることじゃなくて、なんかひまわりの種をこう持って、で食べて、ただ食べてるだけじゃないと思う。でこの殻をプッ、あ、これやろ多分。やってるやってる。あれやな、みんなこう。そう。その辺にやるっていう、これがグレてる証やと思うね。それ一応マナーのいい人は確かにひまわりの種食べるけど、とはやらへんやん。どんな感じで食べるの？え、なんか、はい、ちょっと出してみたいな。でもヤンキーはなんかあ、飛び散ってんな。そうそうそう。で周りに鳩がいっぱい集まってきて、そう。だからロシアのヤンキーって描かれる時必ず鳩の写真も、うん、横に絶対にいる、なんか鳩もヤンキーみたいな感じで。そうそうそう。でもそれはやっぱひまわりの種をやつらが食い散らかしてるから、で、鳩もそれを食べに来る。そうそう。一応でもビールもある気がすんねんな。いや、ビール飲んでる。ビールのつまみがひまわりの種みたいなね。あー、なんかそんな感じやね、多分。うん、なんかこんな感じで座って、そうそうそう、ペッペッみたいな感じ。そうそう。うちもさ、全然そういうの知らんのに、なぜかこうアディダスを着てるっていう、なんなの？ロシア人はみんなアディダスをすごい着るイメージあるでしょ。なんなの？このなんか、なんなんやろ。そう。だって、いや、もう一回見てみよう。あの、ヤンキーの参考画像。アディダス着てるな。アディダス着てるな。ほら、アディダス着てるやん。え、ちょっと待って。うん。これ。プーチンや。プーチン。プーチンもアディダス着んねん。おー。そう。一応ロシアの代表のヤンキー、もう一回見とこか。どうやな。で、これはすごない？プーチンやん。ちょっと待って、ヤンキーやろ？何でもできるから、もうロシアのナンバーワンヤンキーよ、あれ。ナンバーワン誰にも負けへん、あのヤンキー具合。もういろんなことやってるやん。一応もう一回だけ見てください。足よ、足。もうほんまに。で、アディダスをね、なんで着てるかの理由な、実はあるねん。ロシアってもともとロシアの前なんやった？ソ連。びっくりした、ロシアの前なんやった？ソ連やったよ。国の話かと思った。ソ連の正式名称は SSR。 違います。 USSR。 ソビエト連邦。違います。言うてロシア人、ソビエト社会主義共和国連邦ですね。そうそうそう、それを言いたかったんだよね。で、それの、まあソ連って、まあ欧米の資本主義社会と違って全部計画経済。うん。あの、もう国があなたたちこれを生産、もうないね、あの民間の企業がなくて全部国の企業なのね。
でもう国が今この靴を作りなさいと言ったらその靴を作ってそれを市場に並べる。だから選べるあれがないねん。こうみんなこれを買いましょうとか、これをなんか今これが流行ってるからこれ買おうとかじゃなくて、あ、じゃあ競争もできないってことね。自分のそのなんかなんだろう、発揮したくても才能を発揮できないような感じ。もう国が決めたものを決められた量だけ生産もして、それをみんなが使えばいいっていう考え方だから、だから何個も企業がないのよ。1個しか企業がないから、まあ、厳密に言うと何個かあったと思うんだけど、まあ、国が決めたものしか作れないから、なんかこう競争しないのよね。今みたいに靴がこんだけ軽くなりましたとか、なんか車がこんなに速くなりましたとか、そういう競争をしないから、もうデザインももうある程度決まったものしかないというところで、服がねとにかくダサかったのよ、ソビエト時代って。みんなだって みんな競争してないから、まあ競争してないよね。まあ平等っちゃ平等だよね。平等やけど自分の才能を発揮できません。で、モスクワのオリンピックがあったでしょう。あ、おった、80年代の。その時に、もうかっこいいのを作れ作れと、そのモスクワの代表が着る、もうもちろん威信をかけたあのものだから、モスクワ、ロシアの代表にはもうかっこいいユニフォームを着てもらわんとあかんって言って、いろいろね、悩んだねんけど。力入れたんや、そこは。そう、でも作れんかってん。作れんかったの？ノウハウがなかったの、かっこいい服を作るノウハウが。なんで？今まで競争してきてなかったからな。でそこでアディダスさんが提案をしたの、うん、私たちこんなユニフォーム作りましたよ、これどうですかって。アディダスから。そう、かっこいいと思ったんやろな、上層部も。かっこいい、採用したいけど、これはアディダスアメリカのもんや、こんなもん着さしたら私たちの国民がやっぱりそれのものはダメで、アメリカのもんじゃないと、こんなここぞという時にアディダスさん使うけど、アディダスってロゴを入れるのやめて。ほんでここのストライプあるやろ、これ3本じゃなくて2本にして。あ、そんな話があんの？そうにしたのよ。え、アディダスさん頑張ったんやろな、めっちゃそれがかっこよかったね。で、もうソ連も2つストライプになって、そうで、ソ連ももういろいろね、なんかもうあったんだけど、やっぱりもうかっこいいのを採用することにして、アディダスを採用して、うん、で、もうそこがアディダスのもんやっていうのをもちろん国内にそんなにアピールはせんかったんだけど、まあソ連の人からしたらさ、もうソ連の我々の英雄が着ているこの服クソかっこいいやん、何これ、私たちも欲しいってめちゃくちゃなったり、アディダスのその知名度がガーってソ連の国民の間で上がって、もうとにかくアディダスというものが、でソ連が崩壊してロシアになって、アディダスがもう国中に広まります、みんなアディダス買えんぞ買うぞって言って、バーって買って、やっぱアディダス大ブーム、二次ブームみたいなのが来てっていうところで、ロシア人にとってね、なんかアディダスってこの資本主義の経済に触れた、なんかこうかっこいい服の一番最初のなんかものみたいな、なんかねそのイメージがあるのよ。日本でいうとこのアディダスとロシア人の思うアディダスっていうのはだいぶね違うの。ヤンキー、未だに生きるんだね。でもそうそうそう、でやっぱり田舎のヤンキーってちょっとそういう時代が遅れてるというか、田舎のまだその当時の熱がまだあるから、やっぱりヤンキーはアディダスを着るっていうのが今も根付いてるんやろうなっていう感じかな。もう最初はオリンピックで使われてた服が、ね、最終的にヤンキーで使われるって面白い結末やな。そう、ほんで最終的にはプーチンが来て、そしたらみんなもっとおおもっといいってなってそうそうそう、だからまあなんでっていうねのすごく聞かれたねんけど、そういう事情があります。どうでしょうか、ご納得いただけましたでしょうか。まあ、今後もこういうなんかね豆情報みたいな、もし欲しいのがあったらね、例えばツイッターでこれ見たい、これぜひ動画作ってほしいとか、そういうのがあったらぜひ
教えてくださいコメントしてください、コメントしてください、そう、それちゃんとコメント全部見てるからな、ほんで、ね、はい、では本日の動画はいかがだったでしょうか。もしもよろしければチャンネル登録と高評価、あと通知ってやつもな、やっていただければと思います。あとインスタもあるしツイッターもあるし、いろんなもの見ることができますので、ご興味ありましたらぜひお願いいたします。全部登録お願いします。はい、よろしくお願いします。ええー